夏休みの子どもたちが親の職場を訪れるイベント、子ども参観日が神戸市の企業で開催されました。この子ども参観日は、社員の子どもたちに親の仕事を知ってもらい、親子のコミュニケーションを深めてもらおうと、神戸市中央区に本社を置くアパレルメーカーのワールドが社員の提案を受け、1991年から実施しています。イベントは今回で35回目で、子どもたちは実際に親の職場を訪問し、社員と名刺交換を体験したり、デスクを見学しました。中川健人です。健人さん、はい、リンです。あのさん、お母さんの、はい、同僚です。同僚また親から直接仕事について教えてもらいながら、働くことへの理解と関心を深めていました。お父さんの職場来てみてどうですか？なんかすごい、なんかさっき電話かけ、なんかこの人たち全部電話かけてるのを見て、なんかめっちゃ大変そうだなって思ってました。いつもの家におるお母さんと違う姿が見れて、とても楽しかった。こういう機会いただいて、いろいろ見ることができて、まあいい経験になったんじゃないかなって思います。子どもたちからパワーをもらうっていう、いい意味で、なんていう、社内の活性化っていうのが非常に図れて、いいイベントだと思って、これずっとね、これからも続けていきたいなと思ってます。このほか、残った布でフォトフレームを作るワークショップも行われ、参加した子どもたちはワールドの SDGs の取り組みも学んでいました。